2001年自由民主党総裁選挙は、2001年4月24日に行われた自由民主党総裁選挙である。2001年3月10日、森吉郎は首相官邸に党幹事長の小鎌誠、と、総務会長の村岡健三政調会長の亀井静香、参議院議員会長の竹山博士、党幹事長の青木美京の自民党語役を招集した。 官房長官の福田康夫も同席した。この席で森は今年秋の総裁選を繰り上げ実施すると述べ、事実上の退陣表明を行った。3月13日、日本武道館で行われた自民党大会で森は前倒し総裁選挙を行うと挨拶した。6月に都議選を控えた自民党都議団は抗議声明の中で森の 分かりにくい大臣表明に対し不満の意を表すが、党大会終了をもって自民党は次期総裁選びに突入することになった。任期は森総裁の残忍期間の同年9月まで。森は小賀に地方の票をもっと増やしてほしい。とお願いし、小賀は総裁の命令ですからやります。と言って都道府県連の持ち票を1票から3票に増やした。結果、 小泉純一郎が選出された。その後に9月の任期満了に伴う総裁選挙の日程を決定していたが、特別措置として、告示に先立ち党所属国会議員に出馬の意思を確認したところ、出馬を表明した者が1名のみだったため、告示を待たずに2001年8月10日、党大会に代わる両院議員総会において、小泉純一郎の再任が決定された。 地方票にあたる県連票が1票から3票に拡大された。また、広島県と山口県を除く45都道府県で地方予備選が行われた。地方の県連票は予備選で1位になった候補が3票を獲得する勝者、総取り方式を取った。ありがとうございます。